こんばんは、大学生です。同級生に好きな子がいます。その子は中学の頃からずっと好きな人がいて、その人のことが忘れられないみたいなのですが、どのようにアプローチしたらいいでしょうか、まあ、まず信頼関係構築、仲良くなるっていう部分をやっていって問題ないかなと思います。一旦恋愛的アプローチ。 はえ、なし。で、行きましょう。友達としてトップくらい。結構向こうにとって大切な人っていうところまでやってみてください。で、そっから、えー、ここはほんと肌感で、こういうのを目安にっていう基準が提示できなくて申し訳ないけど、あ、これ恋愛的アプローチをしても惹かれないし、むしろ相手は嬉しいと思ってくれるだろうなっていうタイミングから恋愛的アプローチをスタートする。これが多分一番最適解ですね。気になる人がいて、でもまだ話してないんです。LINE 交換したんですが、どのように LINE をすればいいかわかりません。 少し LINE したんですが、質問して答えてくれるだけで会話が続きません。どうすればいいか教えてください。リアルで仲良くなくて LINE を続けるってマイナスしかないんで、よっぽどコミュ況で顔を合わせてなくても相手の考えてること分かって、情報少ないけどあいつと仲良くなるのが得意なコミュ況の人は別なんですけど、基本コミュニケーション苦手な人ほど LINE に頼らない方が、 恋愛はうまくいきます。万に一つ LINE で仲良くなれちゃった時に、リアルとのギャップができて、LINE では話せるけど、リアルでは話せません。どうしたらいいですかみたいな質問になっちゃうんで、結局。LINE 交換までできるっていう関係になったんだっていうステップを踏んで、それを機にリアルでもっと仲良くなるっていうのをやってみてください。スキバレした。どうすればいいですか教えてください。相手がグイグイ来てて、どうしたら。相手がグイグイ来ることとスキバレしたことは、 関係ないんじゃない好き晴れした後ほど、いつも通り、前と同じようなアプローチをしてると、あれこの人私のこと好きなのかなどうなんだろうっていうアプローチができるんで、なるべく好き晴れした時ほどいつも通り。そこで自分の方があれあれってなっちゃうと、完全に負のループ入っちゃうんで。元彼と別れて2ヶ月経ってます。冷めて、振られましたが、復縁するとしたらどうしたらいいんでしょうか冷めてっていうのがちょっと、 抽象的すぎるから、何が足りなくて、何が相手の機嫌を損ねて別れちゃったのかっていうその原因潰しとかから入るのがまずいいと思います。4ヶ月付き合った彼女が気になる人ができて、僕の誰が急に冷たくなったんですけど、どうすればいいですか別れてないなら、まだまだチャンスはあります。これすごいぼんやりしたアドバイスになっちゃうけど、その好きな人よりも魅力的な人になるっていうのが一番いいと思います。 その人の連絡取らないねとか、なんであいつなのとかってやれば、禁止したりとか制限すればするほど、相手の行為ってそっちにもいっちゃうから、あ、そうなんだ、みたいな。へえ、みたいな。まあ別に俺はもう付き合ってるからいいけどね、ぐらいの態度で強気で言ってください。まあこれ多分自分との戦いになりますね。付き合ってて、別の好きな人ができてそうだったら相手がめっちゃメンタル来るから、そこで余裕をかます。器のデカさを見せていく。